この度、うん、水曜どうでしょうのね、うん、あのアプリ開発いたしました。しましたね。うん、旅するアプリ。そうそう、まあ正確にはですね、うん、この舞台巡りっていうね、もともとそういうアプリあるんですよ。ここにちょっとアニメーションとかのね、うん、聖地巡りみたいなね、水曜どうでしょうっていうタイトルがその中には入ってる。うん、はい、我々いろいろと、旅をこれまでしてきましたけれども、ね、その地点を旅のポイントに行ってもらうと、まあ例えばスーパー、その時に出たスーパーとかね。なるほど。ああ、そのスーパーがこう、はあはあ、なんていうか、あれ AR っていうんです。AR って言うらしいんですけどね。ここに出てくる。2つあります。ほう、とりあえずサイコロ1、サイコロ1、はい、サイコロ1っていうのと、はいはいはい、札幌市内編っていう、とりあえず2つを同時にリリースするんですけど、サイコロ1っていうのはもう文字通り、そうそうそう、サイコロ、あれ東京を出発したでしょ、企画でしょ、企画です、うん、東京の六本木プリンスホテル前に、はいはいはい、からスタートしたじゃないですか。バス乗りました。今ないんですけどね。ないでしょ、うん、ありません。でもあそこの地点に行くと、うん、この GPS 反応して六本木はないけども、ね、うん、チェックインできるみたいなのがあって、うん、そこでチェックインをその場所に行ってする と、 するとその時のなんかセリフみたいなするのがここにもらえるみたいな。塩坂もね、うん、旅の後半行ったんですよ。待合室で、待合室でなんかあなたはトークしてましたよ。やってでしょ、あの待合室で3万しかないですって言ってました、はいはい、ゲットできるのが、例えばスーパーで言うと弱音は吐けないとか、なんかあいつ言ってましたね、言ってました。だから俺やだよ自由席っていうスーパーなんかがここら辺にもらえるみたいなね。これ取るとこう、ね、取るとこうなるっていう。これ文字もね、うん、大きさ自由に変えられるんで、これさえゲットしとけば、別にね、大阪駅じゃなくてもその後も使えるみたいなね。先生離れてますか、距離がある、はいはい、もうちょっと離れて、あー、いいですね。まあまあまあ、こういう写真がね、撮れるっていうね。記念ポイントにはね、くりぬき看板よくありますよね。よくあります。それがまあ電子版で、電子版でやれる、これがね、できるっていう。いいんじゃないですか。ご期待ください。